光と光る光の目安らぎ捨てて全てを捨てて悪を追って空かけるChange the apart of 君はなぜ君はなぜ戦い続けるのか命をかけて幻の少年、地図にない村。危ないじゃないか。コースに飛び出したやつがあるか。跳ね飛ばされたらどうするんだ。なかなか言うてだね。さすがスパイダーマンだ。なんだって？今、なんて言った？褒めてあげたんだよ。いい腕だね。その次の言葉だ。さすが。あ、さすがスパイダーマンだ。お兄ちゃん、スパイダーマンだろ？何をバカなことを。隠したってわかるんだから。誰だ君は。俺はスパイダーマンなんかじゃない。本当？誰がそう言ったんだ。じゃあな。どこ行くの？帰るのさ、うちへね。バイバイ。消えた。おかしな少年だ。拓也は誰かの視線を背中に感じた。あの少年の目が妙に脳裏に焼き付いて離れなかった。間違えてしまったな。呆れた。まったく。おかしい。スパイダー感覚に感知があった。幻影まで見たのに。何をしている。嘘つき。スパイダーマンのくせに違うなんて言うんだもん。俺はスパイダーマンではない。じゃあ証拠を見せてあげよう。記憶念写だよ。記憶念写？するとあの幻影も。ちょっといたずらしたのさ。僕の念動力を使ってね。君、地球人ではないな。姉ちゃんを助けてほしいんだ。姉ちゃん？姉ちゃん、怪獣に食べられてしまうかもしれないんだ。怪獣に食べられる？シロー少年の話によると、
村の沼に住む大怪獣が暴れ出す気配があるという。村人たちは怪獣の怒りを鎮めるために、シローの姉のミオを生贄に捧げることにしたというのだ。スパイダーマンはシロー少年の住む天ヶ原を訪ねることにした。この現代の世の中に娘を生贄に捧げる村があるのであろうか。あそこです。うん。ここだ。村への秘密の通路だね。そう、見つかるとうるさいんだ。あれが守護神様だよ。守護神様？ここに近づいたら間違えてあるんだよ。さあ、うん、あなた逃がすなよ。おい、こっちだこっちだ。うん。地球人の子供たちとどこも変わらない。あ、わーい。飛んだ。わーい。わーい。わーい。じゃあ君たちの先祖は2万年も前にやってきたんだってさ、この地球に。2万年。そういえば父さんに聞いたことがある。富士山麓に栄えていた古代都市が突然の大噴火で埋もれてしまったとか話していた。シロ、姉ちゃん、村を出たのね。姉ちゃん、スパイダーマンを連れてきたよ。もう怪獣なんか怖くないよ。どうして村を出たの？すぐに村を出てってください。平気なのか、生贄にされても。どうしてだ。この村の者は平和を守らなければならないんです。それが村の掟なんです。来たわ、警護団よ。さあ、シロ、逃げて。嫌だ、姉ちゃんと一緒にいたい。いいから逃げなさい。嫌だ。おいで。お前は、さあ早く逃げて。逃げないんだ。これだよ、この古文書に書かれているのだ。仮面側が暴れ出したら生贄を捧げようとな。守護神様は身を生贄に指定なさったのだ。この村では守護神様の託戦は絶対なんだ。お願い、弟だけは許して。いいだろう、早くあいつを追い出すんだ。ああ、先生行け。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん。泣くんじゃない、俺が必ず助け出す。
パイダーマンが現れた。スパイダーマンが。いかがいたしましょう、モンスター教授。うろたえるな。むしろ良いチャンスではないか。スパイダーマンを倒すにはな。スパイダーマン。さあ、早く。待って、おじいちゃんが。おじいちゃん。ミノ。私が生贄にされることに反対したんです。そしたら。ミノ。おじいちゃん、スパイダーマンが助けてくれるって。わしはこのままでいい。スパイダーマン、ミノとシロを頼む。逃げてくれ。早く逃げてくれ。おじいちゃんも一緒に逃げて。いか、アラキたちが来る。ミオ、逃げるんだ。早く逃げるんだ。おじいちゃん、おじいちゃん、しっかりして。スパイダーネット。守ったな。ミオさん、ミオさん、おじいちゃんは君を助けたくてそれで死んでいったんだ。さあ逃げるんだ。おじいちゃん。逃げさん。スパイダーマン、スパイダーマン。今夜スパイダーマンに邪魔をさせてはなら。聞いたか、みんな。生贄の儀式を今夜にしろとのことだ。何も起こっているぞ。スパイダーマンを許すな。探せ、殺せ。ミオを捕まえろ。さあみんな武器を持て。さあこれだ。はい、これを持つんだ。よし、待て。さあみんな行け、行け。追い詰めるのだ。おお、スパイダーマン捕まえろ。このままだと二人とも捕まってしまう。逃げて、スパイダーマン。ミオさん、ミオさん、やめて、やめて。みんな、お願い、スパイダーマン追え。逃げるな。追え、追え。止めろ、止めろ。スパイダーマン、スパイダーマン、こっちこっち。シロウ君、さあ早く早く。はあ、ここは守護神様の洞窟だ。だから誰も近づかないよ。助かったよ。これは僕たちの祖先はこうやって宇宙から降りてきたんだ。なるほど。アラキが持っていた古文書だ。うまくいった。スパイダーマンのやつ、村中のやつらに狙い撃ちにされている。仮面側よ、行動開始だ。
怪獣仮面前よ、ここに生贄を捧げます。どうか怒りを鎮めてください。見よ、仮面側に捧げよ。そんな、モンスター退治の専門家、スパイダーマン。悪魔の使いだ、見て。みんな騙されてはいけない、これを見ろ。この古文書のインクは新しい、最近書かれたものだ。従って生贄の話はでっち上げだ。黙れ、守護神様が下された古文書に難癖をつけるのか、貴様。守護神様、どうしたんだ。鉄十字団のモンスター教授の声がこの受信装置でキャッチされて流れる。これが五託戦の正体だ。そしてさらにスパイダーストリングス。仮面側は古代怪獣ではない、ロボット銃なのだ。荒木がコントロールしているのだ。その腰のコントローラーでな。なんだって。わしはある日、村に伝わる古文書で仮面側のことを知ったのだ。仮面側は伝説の怪獣ではなく徴兵器だということをな。だからわしは鉄十字団と手を組んだのだ。村の掟を破ろうというのか、貴様。平和を守るという掟をな。平和なんてクソくらいだ。わしには仮面側がある。いでよ仮面側。私たちの祖先はここ一帯に古代都市を築いて栄えていました。
ところが西区と東区の間に争いが起こり、ロボット銃を繰り出して戦争になったんです。その結果残ったものはわずかな人間と廃墟だけ。そしてロボット銃を沼へ沈めた。武器を持つ者は武器に滅びる、おじいちゃんがいつもそう言っていました。その通りだ。ここでお別れしましょう。また遊びに来いよ。地球人も戦争を好む人種です。とても仲良くはできません。いや、そんなことはない。通路がない。村へ通じる通路が。四郎君、美穂さん、四郎君、美穂さん、夢じゃない。俺は出会った、四郎君に、美穂さんに。確かに、確かに出会った。四郎君、争いを好まぬ天ヶ原の人たちは再び神秘のベールの中に閉じこもってしまったのであろうか。手がかりになるものは何一つなく、スパイダーマンの記憶の中に思い出だけが残った。闇深く響く地獄の足音、模様の下眠る父よ、胸に秘めた非情の定め、さらば友よ誓いの友よ、家庭教師になった拓也の目の前で少女が誘拐された。彼女は超能力の持ち主で未来を予知できると睨んだ鉄十字弾の仕業であった。だがそこには大きな誤算が。次回、謎が謎を呼ぶ私の出生の秘密、どうぞお楽しみに。